やん。はい、今布団を敷いているところです。やっぱりピントが合いにくいのかな、ポンちゃんは。なんだかわからないな。いや、うん、まあね。さあ、ポンちゃん、今日からまた一からのスタートですよ。まだトイレに行っていないようですので、トイレに行ってください。それを見届けてから寝ますよ。食べてんのかい。はい、ポンちゃん。まだトイレはしてないかな。した。した？うん。よし。おしっこだけだけど。おしっこしたね、ポンちゃんね。こっちの、昨日だっけ、おとといだっけ、おしっこしちゃった布団の方の、には、これです。これは裏側がちょっと、ゴムっぽい、ラバーみたいなね、ちょっとね、ぶたつきのある感じですね。くっつく防水です、ポンちゃん。ただこの肌触りね、これはあんまりポンちゃんは好きではなさそうですが、これの上にあれを乗せようかな、万が一されてもここに。わかりました。マオイママさんはどうしてもポンちゃんにここで寝てほしいそうなんですね。ブランケットがあると寝てくれるというのが今日のテーマです。じゃあ中に防水を置いておしっこしても仕方ないと、まあ、本当はしない癖をつけたいんですけど、うん、しないでね、まあ、今までずっとしてなかったんだよ、うん、この白いやつですね。これが柔らかくてふわふわで、どうもこれに乗ってるとしたくなるようです。黒犬の方はやはり
これは介護用の防水用のシーツですね。これをかぶせていますので、ここには乗りません。さあ、ポンちゃん、今日はどんな感じでしょうか。そろそろお休みしますよ。ポンちゃん。おはよう。はい、ポンちゃん、おはよう。今日は朝おしっこしてませんでした。はい、また1日目からカウントが始まりますよ。いや、もう数え出せ数えません。ポンちゃん、もうこれ以降はお布団におしっこをしないものとしますね。あ、この段ボールも今日片付けますからね。ごめんね、ちょっと邪魔だったわね。はい、狭いところで。ご飯食べています。さあ、1日が始まります。こんちゃん、肌が似合ってるよ、こんちゃん。